日メディア、対韓輸出規制は、徴用工問題と無関係という日本政府の主張に無理がある、イコール、韓国報道毎日新聞は、対韓輸出規制などで悪化した日韓関係回復のために、両国すべてが前向きな姿勢を取るべきだと求めた。毎日新聞は、輸出規制と日韓関係、失ったもの直視すべきだという今日、12日付の社説で、韓国政府が最近、日本の対韓輸出規制強化措置に関する世界貿易機構 WTO 提訴手続きの再開を決定したことについて、現状況は日韓すべての国益にも反すると伝えた。日本政府は韓国へ輸出された戦略物資の第三国流出の恐れなど安保上の理由を挙げ、昨年7月から韓国に対する輸出規制強化措置を発動した。しかし最近韓国政府は日本が提起した問題点がすべて解消されたとして輸出規制強化措置の撤回を要求していた。しかし日本側は韓国の輸出管理の実態を見守る必要があるとしてこれを拒否し、結局韓国政府は今まで保留していた WTO 提訴手続きを再開することを決定した。これについて毎日新聞は、安倍政権は輸出管理と徴用工問題は全く関係ないと主張してきたが、そうであるなら、韓国が不備を正したのに認めないというのは、理屈が通らないと、日本側の主張に無理があると指摘した。毎日新聞は、特に日本が輸出規制強化措置の撤回に応じない本当の理由は、韓国が徴用工問題で前向きな対応を取らないからでは、ないかと疑問を投げかけた。ドイツを離れる米国大使の衝撃発言、在韓米軍撤収の計画ある。トランプ米大統領がドイツに駐留する米軍を縮小する計画という報道があった中、米国の外交官も該当計画が確定したと主張した。この外交官は在韓米軍の撤収も計画されていると発言し、波紋が広がると予想される。リチャード・グレネル前駐独米国大使は11日、現地時間、ドイツ日韓、ビルトの単独インタビューで、米国の納税者は、他国の安全保障のためにあまりにも多くの費用を出すことに反対しているとし、米軍の縮小については長い間、多くの議論があったと述べた。グレネル前大使は、トランプ大統領の側近に挙げられる人物で、大統領選挙で、トランプ陣営に合流するために今月初め辞任した。ビルトのインタビューはドイツを離れるグレネル前大使の告別インタビュー形式で行われた。トランプ大統領の在独米軍撤収、縮小説はウォールストリートジャーナル WSJ が5日に報じた。トランプ大統領が9月までにドイツ駐留の米軍9500人を縮小することを指示したという内容だ。その後、論議を呼ぶと、ホワイトハウスは、今は発表することがないという立場を表した。ドイツ政府はこれを否認したが、10日には、首相室の報道官を通じて、米国政府が縮小を検討中という内容を聞いた。最終決定ではないと理解していると述べ、やむを得ず認める態度を見せた。グレネル前大使が、今回のインタビューで明らかにした内容は、ホワイトハウスと、ドイツ首相の曖昧な答弁を否定すると同時に、在独米軍縮小計画が確定的であることを意味する。グレネル前大使によると、ドイツに駐留中の米軍は、計34,674人。このうち9500人を縮小し、約25,000人が残ることになる。グレネル前大使は、25,000人という数字も少なくは、ないと語った。トランプ大統領が在独米軍を縮小するという噂が出ると、これは韓国でも大きな関心を集めた。約25,000人の米軍が韓国にも駐留中であり、在外米軍の縮小が韓国にも広がるのではという見方が強まったからだ。グレネル前大使はこの日のインタビューで、米軍再編計画の一環として、ドイツだけでなくシリア、アフガニスタン、韓国、日本でも、米軍の縮小を計画していると明らかにした。ただ、在韓米軍は、米国防権限法で28,500人以下に減らすことを制限している。
グレネル前大使も縮小規模については具体的に言及しなかった。北朝鮮の住民を危険にさらす可能性も脱北民もビラ撒き強行に反対の声。北朝鮮離脱住民の意見を聞いてみると、拾ったり読んだことが発覚すると処罰される。脱北家族が深刻な迫害を受ける恐れも、南北関係、脱北民への認識の悪化も、懸念、時代遅れの行為、政府が制裁を、軽軌道、説教地域を危険区域に指定対北朝鮮ビラ、散布者に立ち入り禁止措置。自由北韓運動連合など一部の北朝鮮離脱住民、脱北民団体が朝鮮戦争70周年を迎え、北朝鮮への大規模ビラ撒きを予告した中、脱北民内部でも激しい反対の声が上がっている。これらの団体が主張する北朝鮮住民の人権向上にビラ撒きが何の役にも立たないだけでなく、北朝鮮に残された脱北民の家族が迫害を受ける恐れがあるためだ。ハンギョレは12日、北朝鮮へのビラ撒きに反対する脱北民たちの声を聞いた。北朝鮮でビラを拾ったら、直ちに韓国の交番のような文中書に持っていくか、破ったりして埋めなければならない。読んだことがバレると、即処罰の対象になる。2004年まで平壌で暮らし脱北した A さんは、対北朝鮮ビラで、北朝鮮住民が危険にさらされるかもしれないと、懸念した。A さんだけでなく、ハンギョレのインタビューに応じた、脱北民7人は全員、北朝鮮住民の人権向上のための行為だというビラ撒き団体の主張とは異なり、口を揃えてこうした行為は北朝鮮住民には全く役に立たないと語った。北朝鮮政府を挑発するだけで北朝鮮住民の手には届かないか、偶然発見して所持した場合、処罰を受けるためだ。2004年に脱北した40代の男性 B さんは、住民はビラについてあまり知らない。山が多く、市内にはあまり届かないと話した。2005年に脱北した C さんも、北朝鮮では韓国がビラと共に送る米に触れると手が腐り、病気になると宣伝されている。何回巻いても無駄だ。南北関係が好転し、韓国政府が正式に米を送る方がマシだと主張した。一部の団体がペットボトルに米を入れて、ビラと共に放流していることを批判したのだ。脱北民としては、北朝鮮に残された家族が被害を受ける恐れがあるという懸念も大きい。朝鮮労働党中央委員会のキム・ヨジョン第一副部長が直接北朝鮮に向けてビラを飛ばす脱北民を裏切り者や人間のクズなどと呼んで強く批判しただけに、こうした北朝鮮指導部の怒りがどこに向かうかわからないと彼らは語った。2005年に脱北した D さんは、韓国にいる脱北民の親戚に電話をかけたことが発覚し、数ヶ月間北朝鮮の国家保衛省に拘束されている甥が心配だと話した。脱北民の E さん、45、も平壌に兄がいる。3ヶ月前、最後に電話をして、以来連絡がうまく取れず、不安でたまらない。脱北民団体がビラを撒いたからといって、脱北民家族に連座制で罰を与える可能性が高いと話した。E さんは自由北韓運動連合のパクサンハク代表がメディアのインタビューで両親や弟と共に脱北したと明らかにしたことを挙げ、北朝鮮に残された家族がいないから気楽にビラを撒いているのではないかという噂も流れていると怒りをあらわにした。脱北民たちは北朝鮮へのビラ撒き行為が南北を敵対局面に追い込んだことについても懸念を示した。パクヨンナムさん、49、は今後対話チャンネルが開かれるかもしれないのに、彼ら脱北民団体が北朝鮮が敏感になる部分に触れ続けている。なぜ北朝鮮を刺激するのか理解に苦しむと批判した。韓国内の脱北民に対する認識が北朝鮮へのビラ撒きでさらに悪くなることを心配する人も多かった。脱北民の F さん、52、は北朝鮮へのビラ撒きを強行する人たちのせいで韓国で苦しい生活を強いられる脱北民がかえって被害を受ける。韓国の人々が私たちに対する警戒を強めるかもしれない。
周囲の脱北民の 70% は反対していると語った。イーさんは新型コロナウイルス感染症 COVID-19 で仕事を辞めてから求職活動しているが、北朝鮮の方言を聞いて採用しないケースもある。脱北民に対する認識がさらに悪化するのではないか心配だと打ち明けた。彼らは口を揃えて、政府が北朝鮮へのビラ撒きを確実に制裁しなければならないと指摘した。イーさんは韓国より立ち遅れた北朝鮮の現実を知らない北朝鮮住民はほとんどいないと考えていいとし、南北関係を悪化させるだけの時代遅れのビラをいつまで飛ばすというのか。当該団体に対する法人許可取り消しや制裁など政府の強い動きを望むと述べた。パクヨンナムさんもビラで北朝鮮を刺激してはならない。南北が対話をすれば関係が良くなると指摘した。韓国政府も北朝鮮へのビラ撒きに対する強力な制裁を予告した。これに先立ち、大統領府は11日、北朝鮮へのビラ及び物品散布が2018年の板門店宣言や1972年の 7.4 南北共同声明、1992年の南北基本合意書、第一勝利校附属合意書及び2004年の 6.4 合意書など、南北間合意により中止することにした行為だという事実を改めて強調した。同日、統一部は自由北韓運動連合を警察に告発し、法人許可取り消しに着手するなど、法的手続きを進めている。軽機動も北朝鮮へのビラ撒きを住民の生命と安全を脅かす行為と規定し、金浦、キムポヤハ州、パジュ、サザナミ川、ヨンチョンなどの地区内の軍事境界線に近い地域を危険区域に指定し、北朝鮮へのビラ散布者の立ち入りを禁止することにした。米朝関係を悪化させたのは米国。具体的な措置を取らねば、イコール、中国外交部。2018年6月に、シンガポールで開かれた第1回米朝首脳会談が、12日に2周年を迎えながら、中国は過去2年間で、米朝関係が悪化したのは、米国のためだと、北朝鮮を擁護した。ロイター通信によると、花春、明中国外交部報道官は、この日の定例会見において、第1回米朝首脳会談後、米朝関係が悪化した理由の一つは、北朝鮮の正当な懸念が解消されなかったためだと明らかにした。続けて、米国は、北朝鮮の懸念を解消するために、具体的な措置を取らなければならないと強調した。これに先立ち、同日李ソングオン、李全権北朝鮮外相は、談話を通じて、我々の最高指導部と、米国大統領との親交関係が維持されるからといって、実際の米朝関係が良くなったことは一つもないのに、シンガポールで握手した手を引き続き握る必要があるか、疑問が生じるとシンガポールの合意破棄を示唆した。また、花春明報道官は、ツイッターが中国政府を一方的に擁護するアカウント17万件を削除したことについて、中国は、虚偽情報の最大の被害国とし、ツイッターが虚偽情報と戦いたいのであれば、中国を誹謗するアカウントを閉鎖しなければならないと主張した。